皆さんおはこんばんにちは。このチャンネルで唯一のまとも担当ってよく言われます東方丈介です。自己紹介動画ってことでいろいろ質問とかに答えていきますよ。ルームメイトで仲良しなのはシーザーさんと奥安と、奥安の兄貴かな。結構頼りになるしな。毎朝してることはとりあえず自分の身支度とみんなの朝ごはんを作るのと洗濯、そして掃除かな。これで家事できるイケメン不要って言われるぜ。勉強はしてるな。さすがにしないと先生に怒られちまうぜ。暇なら、そうだな、コンビニ行ったり、ご飯の買い出しとか、あとは普通にゆっくり寝るだけとかだな。家が一番だな、やっぱり家は本当に落ち着くぜ。まあ、友達以上恋人未満かな。ぶっちゃけ言うなら友達っす。結構時間かかるぜ。まあ、朝5時ぐらいに起きて、5時50分ぐらいに終わるかな。シーザーさんとは別に友達ですけどね、周りから付き合ってるように見られてるのが恥ずかしいっす。西村兄弟とは仲良くさせてもらってるぜ。いつも慶長さんはツンデレっぽいところあるけど、ちゃんと気にかけてくれてる優しい人だぜ。好きなタイプ？俺、そんな好きなタイプとか選べねえっつーか。でもまあ、選ぶなら優しい人かな？意外と思った人、リオさんかな。あの人こわ表みたいな顔してるけど、でも案外優しかったりするんですよね。ジョー太郎さんとは仲悪いけど。俺の将来の夢は、警察官になることっす。じいちゃんの意思を継いでやるつもりっすよ。いつも動画を見てくれてありがとうございますっす。投稿頻度はバラバラだけど、応援してくれてるのは嬉しいっす。これからも頑張るんで、よろしくお願いしますっす。